インスティチュートを直接目にする機会を得たわけだが、何か感想はあるか？想像すらしたことがないようなテクノロジーが揃ってる。すごいな。我らが成し遂げたことを理解してもらえてありがたい。何一つ簡単ではなかったからな。究極的には我々の知識と資源はただ一つの目標を達成することに注ぎ込まれている。その目標とは、端的に言えば我々のモットー、再定義された人類だ。残念だが進歩には往々にして挫折がつきものだ。我々の人造人間は非常に優秀だが、同じくらい危険にもなりうる。適切な管理なしではな。優れた人造人間の精神と肉体が自由意志に近いものとぶつかり合うとすれば、大混乱が生じかねない。適切な管理とはどういう意味だ？我々の人造人間がこのインスティチュートにいる間は、設計された果たすべき目的を見事に実行しているのだ。だがこれから見てもらう通り、彼らは解き放たれると予測できない行動に出る。ある不良人造人間がリベルタリアのレーダー集団を掌握した。彼は記憶を消され、アイデンティティも切り替わり、自分がガブリエルという人間だと信じている。彼の指揮のもと、レーダーにより多くの罪なき命が奪われた。リベルタリアにコーサーを放った。彼と合流し、その人造人間を回収してもらいたい。誰が彼の記憶を消した？何のために？あのレールロードと名乗る理想主義者の過激派集団が背後にいる。いずれ彼らにも対処するが、今はその人造人間がこれ以上の害をもたらす前に彼を回収することが最優先だ。さあ今すぐ行くのだ。多くの人々が危険な状態にある。一歩の遅れが命取りになりかねん。中に入る準備はできています。合流する予定だった交差か？はい、識別番号 X688 です。周辺の見張りはすでに制圧しました。ご指示があり次第攻撃を開始できます。周辺の見張りはすでに制圧しました。誰がそんな人聞いてるの？レイダーどもは自分だけで始末をつけられる。疑う余地もありませんが、こちらも命令を受けております。あの人造人間と戦うなら一緒に行かせていただきます。俺たちは全てを引き裂いている。隠れるんだ。お前が姿を現す時は死ぬ時だ。隠
隠れる必要はない。全部終わるさ。少々お待ちください。大事なことをお伝えしなくてはなりません。なんだ？ B592 のリコールコードをお伝えします。彼はそのコードを耳にすると認知プロセスをリセットされ無力化されます。 B592 初期化して工場出荷状態に戻すといった後、ガンマ7、1、イプシロンと認証コードを言ってください。彼がシャットダウンされれば安全にインスティチュートまで輸送できます。認知プロセスがリセットされるとはどういう意味だ？簡単に言うと、リコールコードは彼がまだ立っている状態でもその意識を失わせるのです。以上です。ご準備が整い次第出発できます。素晴らしい。やった。よくやった。恐れ入ったぞ。二人ともインスティチュート。まるで俺みたいにてっぺんの。教えてくれよ。インスティチュートは真面目で勤勉な連邦のギャングから略奪品を盗むほど資金繰りが厳しい。略奪品はどれだけ集まった？じゃあ略奪品目当てでここに来たの？ボス、何やってんだよ。こんな連中倒せるだろう。黙ってろ。自分が何をしてるかぐらい分かってる。ささやか。お宝を隠してる場所だ。そこだ。このまま立ち去るというなら、そいつをくれてやる。どうだ。約束するか。約束しよう。そちらが財産を引き渡したら、おとなしく撤退する。とりあえず、全員無傷で帰れるって。隠し場所の中に入るためのパスワード。マッドオール。遠慮するな。追加はいつでも手に入る。申し訳ありません。私は命令を受けて。
必要なくなるだろう。無事に戻ってきてくれて嬉しい。困難な任務だったことは分かっている。だが不良人造人間の危うさをその目で見てもらう必要があったのだ。なぜ地表で起こる出来事を気にするんだ。こうして地下に自分自身の世界があるじゃないか。地表にこちらの脅威となりかねない勢力が存在するからだ。脅威となりうるものを無視するのは愚か者だけだ。我々が人類に深刻な害をもたらそうとしているという誤ったイメージを正すことで、そういった危険を減らすことができるかもしれん。だがその件はもう良い。課題は果たされ、人造人間は無事その手によって我々のもとへ戻ってきた。これ以上の成果は望めまい。よくやってくれた。留守の間に宿舎を用意させてもらった。基本的な必需品は全て揃っている。武器や装備も大量に用意されている。行ってみてくるといい。きっと気に入るはずだ。未確認の存在をスキャン中。問題なし。こちらが新しい宿舎です。いや、こちらが新しい宿舎です。こちらでの用が済んだら、ファーザーがお会いになりたいそうです。